どうも、キューキューパラダイムの千尋です。イヒポンです。シュンタです。スンなんだよ、ラジオの時間ですね。そうだろ今日が10月14日もうすっごい外が寒いですけどね。え、やばい、すごいよね。今日から急に外が冷えて。そうだくないよ。え、雨降ってるし。雨降ってんの今。雨降ってる。マジで。前までの台風はどうでした？前までの台風、前までの台風ってこと？今までの違う。今までの台風じゃなくて、チェコはどうだった？今日じゃない、あの最近の台風どうでした？19号。うん。怖かった。過去最大とか言われて。焦るじゃん。うん。で自分ちもやばいかなと思ったらそうでもなかった。全然焦ってねえよ。そんな焦んない。俺さ、めっちゃ焦ってストックとかめっちゃ買って、食べ物飲み物とか、うん、で窓にもガムテープバリバリ貼ったの。なんもなかったもん。俺陽性テープだっけ。うんうん。もう買いに行ったらなかったから、ね、あダメやんって思って諦めた。諦めたんだ。シュンタ、なんだっけ、山あったっけ、違うか。山ある、山ある、山あるよね。俺めっちゃ心配だったもん。怖いよね、土砂崩れとか、うん、あ、そう見た。一回風が強すぎてパッと外見たんだけど、なんか後ろにさ、俺んちのさ、なんかドア開けたらあるじゃん、木がバーって、うん、そこがもう揺れまくって、揺れまくって。ということで、はい、明日がシュンタの誕生日ですね。そうだね。ありがとう。早かった。気が早かった。ありがとうございます。ね、もう3ヶ月経ったんだよ、ニヒポンの誕生日。いや、早いね。早いね。そっか。二十歳だって。二十歳だ。どういう気持ちよ。どういう気持ち。なんか、俺20年も生きたんだって。でも、もうさすがに20年もなんかこう、お誕生日祝われてたら、もうそろそろなんか、あれじゃない？そんな実感湧かなくないもん。なんかやった誕生日だみたいな。なんかいや20は感じると思う。ああね。あ、確かにな、いろいろできる年になるしね。23歳とかになったらあ誕生日って感じだろうけど、うん、20歳。まあ確かにな。うん、逆に言ったらだから、それこそ去年とか19って別に特になんもないじゃん、誕生日になっても。なかったね。そんなになかったよね。生誕祭が楽しみとかそれぐらいだったけど、うん、あでも3人で初めて祝った誕生日だから楽しかったよ僕は。あ、どう初めて3人で初めて祝ったよ、去年がね。ああ、そう、シュンタの誕生日ね。そう何したっけ。ジョジョ園行ったんだ。ジョジョ園行ったんだ、うん、懐かしいね、新宿だったね。新宿だったっけ。うん、あのプロ、そうだ、俺さ、LINE のさ、ホーム画面あるじゃん、あれ俺去年のあの誕生日のプレートにしてるね、ずっとね、うん、そう懐かしいね。懐かしいってこと、あと3ヶ月で千尋も20歳だ。そうですよ、全員20歳になるよ。わっ、3ヶ月ってそんな早いの。久々。お久しぶり。そういえば久々。久しぶり。そういえば久々。久しぶり。いつぶり、1週間ぶりくらい。いつぶりだろう。分かんなかった、ね、分かんなかったんだな。ということで、じゃあまず今日は、はい、DM に来てるお便りとかをね、読んでいきましょう。はい、はい、おすごい、恋愛相談が来てますね。もう答えちゃうよ、そんな。俺と千尋が大好きなやつ。大好きよ。ちょっと長いけど、ちゃんと聞いてください。キュンキュンする。こんばんは、高一女子です。こんばんは。こんばんは。今日は恋愛相談がしたくて DM 送りました。一言で言うならば、好きな人の考えていることが分かりません。彼は4年間同じクラスで、友達以上恋人未満のような関係です。私は彼のことを好きになって3年目ですが、関係が崩れるのが怖くて告白はしていないし、これからもするつもりはありません。いつも通り仲良くしていきたいなと思っています。でも彼が私のことどう思っているのかがどうしても気になってしまいます。今年の夏、勇気を持って花火大会に誘ったら、塾を休んでまで来てくれたってとても嬉しかったのですが、夏休み明けから彼が他の女子と急に絡むことが増えました。男友達はあえて嫉妬させるためじゃないのと言ってくれますが、攻めすぎて惹かれてしまったのではないかと心配しています。キューパラの皆さんは本命の女子に対してだけする行動は何ですか。ちょっと難しいね。はい、あのさ、文章がさ、うん、おかしくなかった。一言で言うならばがそこから書いて大丈夫。違う、一言で言うなら、好きな人の考えてることが分かりません。あ、びっくりした。でその分からないよっていうのをもっと具体的に言ってるわけよ。なるほど、なるほどね。でも花火大会誘って塾休んでまで来てくれるっていうのはなかなかね、なんじゃない、ね、結構な目当たりじゃない、ね、そうだよね、うん、一大イベントだって塾休んで来てくれるわけよな、うん、どうでもいい女子だったら断るもん、うん、俺も断る、俺も断る。
どうでもいい女子にでも嫌われたくないからそうしてるか、でもそう言ってたら違う、そう言ってたら違う、まあ、でもそういう人もいるからね。そういう人もいるけど、でもでも何の人だって友達いるわけでしょ。うん、高一女子だったら、だから多分中1彼氏なんだろうね、4年目だから役割じゃない、告白したら、いや、じゃあそこじゃない、まだまだそこじゃないよ。俺だったら告白するよ。でも男の行動も行動じゃないって思う。でも、うん、そう、でもなんとなくさ、脈あるかないかって LINE とかで分かるやん、正面。確かに、そう、分かる。それで若干脈あるんだなって感じだったら別に告白してもいいと思うし、脈なかったらでも俺も告白するな。どっちにしろ告白するな。俺もどっちにしろ告白する。なんか自分を、なんかダメだったらダメで諦めたいし、そうそうそう、もしワンチャンあれば付き合いたいしみたいな。よし、なんか告白したらさ、意識してもらえるやん。あ、ね、俺今まで初めてなんかね、全然好きなんだろうなって思ってなかった女の子に急に告白されたか。はい、終了。はい、終了。はい、これ大事、これ大事、大事な恋愛テクニック。もう一回言ってみる。これ大事だ。そうそう。あのね、今までそんなにこの子女の子だと思って意識してなかった女の子から急に告白されたんですよ。で、なんか別にそんな好きじゃない人から告白されたら俺結構引いちゃうんだけど、なんか結構ね、そっから意識しちゃうようになっちゃって。ああ、でも分かる。そう、すげえ分かる。だから一回試しに告白してみて。終了、終了。いいとこだったよ。ちょっと待って、試しにね、一回告白してみたら、なんか割とね、割と意識するもん、本当に。え、でも意識して付き合うか付き合わないかって言ったら付き合わなくない？わかん、どうだろうね。なんか高一でしょ、高一。うん、なんか学生の時あったのがあれじゃない？例えば普通に生活してるじゃん、学校生活、うん、で、まるまるちゃん2期の子好きらしいよって友達から聞くじゃん、うん、って意識するじゃん。あ、分かる。そうそうそう。だからといっても別に俺は好きにならないっていうか、あ、好きなんだみたいな感じ、ちょっと喋りかけようとあるけど。ああ、まあ確かにな。そう、確かにな。むしろ多分それをやられてるんじゃない？ああね、うん、待ってるタイプかもしれない。でもなんで他の女の子と急にね絡むことが増えたんだろうね、夏休み明けから。夏休みなんかあったんだろうね。やめてやめてやめて。夏休みに、そう、ターニングポイントがあったの。ちょ、俺寝起きだからさ、寝起きだからさ、ごめんね。ターニング寝起きだから全然喋れないのよ。ああ、でも俺この長文結構頑張って、ここら辺まで読みたよ、かまずに、うん、頑張ってね。どうなんだろうね、高校生の恋愛でしょ。うん、高校生って高一だからそんなに別に駆け引きとかはしないじゃん。うん、そんなになんかめっちゃ考えて駆け引きするタイプの年じゃないから、うん、普通にまあ女子と仲良くなったんだろうなっていう思うな、俺だったら。うん、季節もあるんじゃない、秋だし、なんか文化祭とかいろいろある、ある時期じゃん。あ、なるほどね。ある時期じゃん。時期じゃん。そうだね。したら言ったけど、この話、あの、この秋だからなんかね、その気持ち高ぶるみたいなさ、ほんわかするっていう話、昨日しろとしたからね。金木犀の匂いがどうのこうのって。それ恋愛関係ねえんだけど。あ、関係なかった。いや、高一ってことはあれじゃない？普通に喋ったことない女の子とかも喋る機会が増えたとかがあるんじゃない？あ、それはある。あ、てか、そっか、高一だもんね。いや、でも違うんだよ。4年間同じクラスでっていうのは、多分中高一貫とかなんだと思うんだよね。か、高校同じ時間の近だけど、まあ、まあ確かにね、まあ、中高一貫だったらなんか話変わってくる。確かに普通にね、高校違う高校入ってとかだったらそれなりに他の女の子とも仲良くしたいだろうからっていうのはあるし、わかん、どうだろうね。どうなんでしょう、どうなんだろう。一回思い切って言うのもありかもね、告白して。結論出そう、結論。でもこれ結論ね、急から皆さん本命の女の子関係ない。ちょっとごめん、あれごめん、ちょっとこの文のこの DM のなんかお便りちょっと頭が回らん、ごめん。そこじゃなかったみたい。どうしたらいいですかじゃなかったみたい。どうしたらいいですか。キューパラの皆さんを本命の女子に対してだけする行動は何ですかですって。俺ら一心違うことを考える。でもまあまあ今をね、うん、ちょっとこう試してみたりしてください、男の子に、うん、はい、俺らが本命にする行動、まあ遊びに誘うだろうな、俺は。うん、自分から。うん、そうね、俺誘わないもん、女の子。まあそうだね、マジで誘わん。本命の子、本命の子でしょ。でもなんかさ、誘いづらいっていうのはある、本命だったら。本命こそ、まあね、なんか1回目じゃ誘って予定が合わなかった、うん、2回目しつこいって思われるかなみたいな。じゃあ俺もうなんか嫌われてもいいやみたいな感じで言っちゃうわ。あ、本命、うん、本命だったら違う女の子と話してる時に本命の子来たらちょっと話してても多分そっち行っちゃうと思う、俺はね。もし話しかけられたら。そんな状況あるか？高校の時とかってこと？そう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 、学生の時廊下とかでね、
あったりするかもしんないし、同じクラスなわけで、これ学生の立場として考えた方がいい。そう、学生、いや、それじゃね、嘘嘘、まあでも今の方がいいんかな、なう今っしょ、俺らの今のさ、うん、今のでこれ中学生、高校の時俺らキューパーじゃないから。そうだね、ごもっともです。いやでも俺駆け引きしちゃうかもな。え、そう、どんな、例えばベッドとかして。違う違う、いや違う5000円ベッドつけちけちけ普通にかけ始めんの。例えば誘うじゃん、ダメでした、うん、2回目誘う、ダメでした、うん、嫌われるんだろうなと思って、一回なんかもう嫌われ方を違う嫌われ方しようと思って、なんかえ、じゃあもう誘うのやめるねみたいな、ごめんねみたいな。うわ、めんどくさお前、めんどくさお前、もう大体だな、手やったのよ前に、うん、したらえみたいな、ごめんみたいな、マジで私から誘うねっつって、来週何してるってきた。嘘でしょ、そんな女がバカだそれは。日本に騙されるでも、シンタ、あ、シンタですね、日本ごめん、寝起きだから何回も言うけど。いやいや、でもニキポン結構さ、うん、嫉妬させたがりでしょ、付き合ってなくても。なんかちょっと、ね、ちょっとなんかこうその女の子にアプローチしてて、うん、でもちょっとなんか違う女の子のこともちょっと匂わせて、なんかちょっとえ、私以外に女の子いるのかなみたいな感じにさせたいタイプでしょ。そうだよ、もちろん。そうだよ、絶対嫉妬だけど、自分されたらブチギレる。ブチギレるよ、それはもちろん。え、ちょっと聞いてっちゃあの、女の子に余裕持ってほしくないの。うん、うん、あーね、わかるわかる、なるほどね。そう、余裕持ってなんか彼氏は私のこと好きなんだ、あの人は私のこと好きだから何でもしていいやみたいになるのができないだから、余裕持たせたくない。俺駆け引きとかできないな、なんかそれで嫌われたら嫌だし、もしなんか駆け引きして嫉妬させようとしてとか、ちゃんともう好きですっていう、もう好きです、やっぱりさ恋愛にごめん、ちょっと向けなしていい？今一瞬顔が変わったからもうビビって顔変わった。どうしよう、今の間違えたとこ使ってやるか、使ってやるか。使う、ちゃんと使うよ。でもなんか本当に好きだったら駆け引きとかする余裕がないと思うんで俺は。だからもう本当に好きです好きです好きですっていうのをずっとやって、うん、ちゃんとこっちを向かせたいタイプかな。素敵。分かんない、好きなのかな。まあ、恋愛はむずいね。その子に言えることは思い切って言ってみることも大事だよって。大事。そうだね、うん、まあ、嫌われる覚悟。今途中で死んだ。嫌われる覚悟。ニコ死んじゃった命に耐えた。じゃあ恋愛相談続きということですね。多いですね、もう意見読みますね。嬉しい、楽しい楽しい。こんばんは。こんばんは。突然ですが恋愛相談です。私には同じクラスに好きな人がいます。ほとんど喋らないのですが、てんてんてん、かっこ一目惚れってやつです。そこでほとんど喋らないけどクラスメイトの女子から告られたら、救急パラダイムの皆さんはどう思いますか。また告白されたいシチュエーションなどがあればお願いします。俊太くん大好きです。うるせえバカ野郎。いらねえよ最後のお前。ありがとうございます。びっくりした。喋ったことないんだ。ほとんど喋ったことがない女子から告白か。でもなんかさ、告白自体そんな嫌な気がするもんじゃないじゃん。まあね、告白されてマジかよ、うわーみたいななることはないじゃん。学生の時に告白されたらそれは嬉しいと思うよ、うん、嬉しいけど、うん、喋ったことなかったらどうだろうね。そりゃ付き合える確率は低いんじゃないかなって思っちゃうな。でもしかしたらあっちも自分のこと好きな可能性はあるからな。まあね、さ、少なくとも。ワンクッション置いてみる。いや本当に話してみるとか、うん、そうだね、とりあえずね、自分のことを好きにさせようとしなきゃいけないよまず、うん、で話して仲良くなって、実はって言ってポンって言って、うん、ストって置いたら多分そいつはドゥ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 ってドキドキしちゃうから。とりあえずもう LINE だね。 LINE で頑張るんだ、とりあえず最初は。そうだね、俺らメールだったからな。あ、そうかそうか、中学の時って。確かに中学ね、メールか。まだ俺もメールだった。あ、これ中学の話。勝手に中学してるけど、ね、なんで中学時代で止めたんお前。大学かもしんない。高校時代どこ行ったん。大学これ。いや、分かんない分かんない。けどなんかあれよな、学生の時ってさ、好きなこと LINE とかするとかするとさ、うん、楽しくない。いやもうウキウキだよね。返信が待ち遠しい。好きな子のタイムラインとかにさ、なんか知らねえ男がいいねしてると、ちょっとなんかは誰こいつってなんない。なんないね。じゃあ俺だけ。知らない男いいねすることある。知らない男の人が、あのあいいね。まあ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 ね、タイムラインラインの、ああ、あとあれめっちゃ嫌いだった。なんかバトンみたいな感じでさ、なんかそんなしてる女子いた。いたいたいた。中学の時もめっちゃいたか。中学はいたな。いいねした人、なんかスタンプ押した人の声かくみたいな。あれ好きやった。俺も好きだった。俺もやったわ。絶対押すよな。やる。絶対に押すんだよ。ええー。
あれ嬉しいよね。どんくらいで帰ってくるからちょっとね。確かにな。でちなみに俺のどこが好きなのか教えてもらってもよろしいでしょうか。そんなことは書いてないですね。でもこれあれはな、いきなり告白されるならどうしますかだもんな。どう思いますかっていう、そう喋ったことない女子から、俺はちょっとびっくりかな。嬉しいのもあるけどびっくりかな、うん、だから付き合いたいんだったらちゃんとワンクッション置いてから LINE とかで仲良くなってから告白した方がいいと思うし、うん、何もなしで伝えたいだけだったらねそれでいいと思いますよっていう、それだけ言いたかったっつって去ってもいいと思うし、まあね、かっこいい、かっこいいな、いやかっこよさ求めた女だから、こう女の子がそんなかっこよさ求めんよ、いらないか、うん、また告白されたいシチュエーションであれば、告白されたいシチュエーション呼び出されてみたい放課後、ああそれは一緒見すぎ恋愛ドラマの、まあまあでもあるでしょ、まあそうよ、だいたい告白って言ったらそんなもんよな。今時ってマジさ、今時だからさ、なんかないけどね、呼び出されるとか。だいたい LINE じゃん、うん、LINE だったり電話だったり告白なんか多くない最近。うっそ。告白されたシチュエーションあるかも。体調壊してる時に学校休むじゃん、うん、ピンポンお見舞い来てくれって、これあげるっつって、住所教えてないんだけどっつって、あー怖い怖い怖い、ドゥルル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 、でも体調悪い時に告白されても嫌でしょ。いやいや、お前元気な、体調悪いんだっつうのみたいな、なんかずるくない、体調悪い時に告白は。なんかいいよ、確かに病みやすいしな、病みやすいし、病みやすいし。でも俺普通にその、あのごめんね、好感度狙いとかじゃなくて、うん、本当に俺告白されるの好きじゃないんだよ。なんか告白したいの本当に俺は。なんか嫌なんだよ、相手から告白される、なんかも情けないっていうかさ、うっそ、そなんか相手に言わせちゃった申し訳ないなっていう気持ちがすごい、うん、俺言わせたい派なんだけど、なんか言わないのかなみたいな感じになるけど、うん、そこでもう言うってことはさ、なんかわかる、うん、言わせたい派か、嫌だな俺告白されんの。どっち？いや俺別にどっちでも、なんか家行って、家行って外もそのまま終わり。そうそうそう、好きです。はい、はい、じゃあ次続いてのお便りです。女の子の好きな服装は何ですか？これからも応援してます、頑張ってください。 ありがとうございます。 ありがとうございます。女の子の好きな服装ですか？何でも、あ、ダボっとしたトレーナーとか好きよ。パーカーとか、ね、ーーとかな。イエーイ。でも俺はそれも好きだけど、普通になんかめちゃめちゃ清楚な感じのロングスカートみたいな、マスキピ、それはスキピ。なんかいいね。で髪の毛長くてロングスカート着て、なんかもうちょっと服装とかじゃなくて、服装っていうかそんなにだパーカーとかそういうのじゃなくて、うん、なんかもっと種類系で言おうよ。そのパーカーとかって言ってました。毎日パーカーあったら嫌じゃん。うん、そういうことね。そう、種類系、なんかどういう系っていう。カジュアルとか。ストリート系とかカジュアル系とかさ。うん、ああ、でもみんな好き。けどなんか。どうだろうね。だって、難しいね。だってさ、そのめちゃめちゃさ、めちゃめちゃ清楚な服装してる女の子がさ、うん、夏とかディズニー行こうとした瞬間、めちゃめちゃなんか短パンとか履いてボーイッシュなんて。いや、嫌だか。違う。なんか、うわ、脱がせたい。やばい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 。いや、だってさ、ディズニーで脱がせんやん。違うの、ディズニーで脱がせんよ。普段肌露出してない女の子がホテル行って自分家来て脱ぐんだよ。何言ってんのよ。いやいや、たまらんだろ。いや、わかるよ、わかるわかる。でももともと露出してたらもうそれに慣れちゃうから。そう、露出してる人が肌見せたところ別に興奮しないよな。そうでも見せないような人が露出したらめちゃめちゃ大興奮。ワンピース、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 ワンピースってさ、ワンピースを代表さ探してるじゃん、うん、あれがもうちょっと匂わせでなんかちょっとこうちょこちょこ見えてたらちょっと嫌じゃん別に。嫌だ嫌だ嫌だ。たどり着いてもなんか、ああまあまあ見えたしみたいな、うんうんうん、あるじゃん。でも今もう完全に隠れてるからこそ、うん、見つけた時の甲斐があるわけじゃん。そうだよね、それだよ。海賊王になりたい。海賊王になりたい。つまり俺は予約したら。いや、わかるわ。でも俺好きな服装、でもちょっと年上っぽい服装が好きなんですよ。ああね、そう、あ、ちょっとごめん、大人綺麗、そうそうそう、大人綺麗っぽい。だから GU とか大好きよ。ああ、オフィスカジュアルって感じ。ちょっと違う。うん、違う。でもなんか俺結構あれだな、もう本当に毎日これでもいいっていうぐらいロングスカートが好き。ああ、鼻からは。さっき鼻からのロングスカート。待って違う、だから聞いてた俺らがさ、パーカーとかスウェットってたらさ、いやそういうのじゃなくてさ、違う、だからロングスカートだから違うのだから、お前らはパーカー毎日だったら嫌でしょ、うん、俺は別にロングスカート毎日でいいんだって。それぐらい好きなの。でも俺もパーカーでいい。俺もパーカー毎日よ。いろんなパーカー毎日。黙った。
フラ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 すんじゃねえバカ野郎。だからオーバーサイズが好き、うん、つまり履いてるか履いてないかのやつ好きなんで。でもパーカー着てる女の子は正味嫌い。どっちじゃあなんか性格がちょっとあんまりよろしくないのかなって思っちゃう。経験一生そういう経験してた。そういう経験パーカーに裏にめちゃめちゃ持ってるやん。パーカー着てる女はまともな女いね。一生オーバーサイズはうざいな、うん、お前サイズちゃんと見てから買えよって思 う, うだからきちっとしてる人はなんかちゃんとなんか生活面とかもちゃんとしてんだなって思っちゃう、うん、から生活面見ましょう。でも自分家来た時にさ、なんかさズボン履かないでさオーバーサイズのパーカーとか着させたくない。着させたくないやばい。相手が好んで着るんじゃなくて着させるんだ。あ、勝手に着んの脱がせて勝手に着んの方がいい。勝手に着られてさ、なんか可愛くない。確かに可愛い。部屋着持ってこいって話よ。あ、ごめんなさい。それで一緒にゲームとかしたいもんな。わかる、うん、グルとか、とかあとあれあれ冬とかになると一緒になんか毛布にくるみながら映画見たりとか。違う。いいね。惜しかった、惜しかった、いいね、よかった。わかる、よかった。好きな服装の話してんだよな。どんどん広がっちゃう。まあでも清潔感があったらかな。うん、白は海賊王が好きなんだよ、ね、そうそう。ゴールドロジャー、ゴールドロジャー、うん、俺はハンコック、ハンコックが好きで、俺はイバンコ。あ、オッケー。どっちの時どっちの顔がでかい方ウィンクされたら死ぬぞマジで。一撃。じゃ続いてのお便りです。はい、ちひろくん、しゅんたくん、にひぽん、こんばんは。こんばんは。にひぽん、私は、ん、急に喧嘩した。急にタメ口なの。急にタメ口なの。にひぽんだけくんづけないの。やべんだけど、ちひろくん、しゅんたくん、にひぽん、こんばんは。やばすぎ。ポン、ポンがなんかもうくんみたいなとこあるから、そんな感じじゃ等しくないんだけど、にきくんがにきぽんになったんだよ、うん、あ、そんな感じ。そう、今ポンになった。はい、で私は今年の夏休みにキューパラを知ってドハマりしています。わ、ありがとうございます。すごい、今ロキを歌ってみた、マジで大好きで、最初のチェルクの案がほっこすぎ死んでます。そこで質問です。みんなの誕生日っていつなんですか？ずっと気になっていて、ぜひ教えてほしいです。あと認知とかしてる人いますか？ BL 系これからも楽しみにしてます。おお、ありがとうございます。ありがとうございました。誕生日確かにな。俺書いてないんだ。そう、プロフィールに何も多分書いてないはず。俺としゅんた書いてるよね。うん、あ、書いてんの。書いてる書いてる。じゃあ俺の誕生日答えて終わりやもん、これ1月。って 2000… なんならさ、言わせて今言って。2000年、2000までずっと言ってるから今俺。言わせて早く。何？だってニヒポの誕生日も祝ってるじゃん。うん。俺がさ、もうさ、あと何日で誕生日みたいになってる、うん、なってるわけじゃん、うん、そしたらもう千尋しかいないよ、知らないの。確かに。2000年の1月19日です。いい、119、はい、119、救急車。はい、はい、大丈夫です。じゃあこれで認知とかしてる人いますか？いますね、僕は。いますよ、いますね。まあでもリップとかね、多ければね、割と覚えますよね。そうね。続いてのお便りです。いつもキューパラ見てます、ありがとうございます。ラジオの質問なのですが、好きな服のブランドは何ですか？よろしくお願いいたします。いいじゃないですか。だって俺好きな服のブランド、あれ誕生日近いから、誕生日近い。これ聞いた、ラジオ聞いたらさ、多分明日には買いに行くぜ。好きな服のブランド、ね、こういうところで言っとかないから欲しいもの。ちょっと頭の中にめっちゃ考えるわ。好きな服のブランド、なんだろうな。ハレー。でも俺は絶対、あ、ごめん、いいよ、いいよ。俺はでも洋服買いに行くってなんとなくさ、あ、決まってるじゃん俺ら、うん、ルートが。そうだ、ね、ここ行って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 終わりみたいな。でもなんか絶対行くのはステディオスかな、やっぱり。うん、ステディオスは確定で行くかな。あのあれ、あ、白い階段みたいなやつ。あ、そう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 、あ、そう、原宿の方だね。ああ、はいはい、そうそうそう。あとハレとかじゃない、シュンタも。あとラッド、ラッドミュージシャン。ハレ、レジェンダー。レジェンダーも最近着てないかな。ラッドも最近あんま着てなくない、別に。うん、着てない。てか何も着てねえ。何も着てねえ。なんか。あんま最近服買ってないだけなんだけど。だからそれこそ OI でしょ。あ、OI だね。うん、OI は好き。去年渡したやつ。そうだよ、OI だよ。俺着てるの見たことない。俺も見たことない。残念、めっちゃ着てました。あ、そっか、あれ夏だ。俺があげたやつを。俺何あげたっけ、千代は TK じゃない。あ、そっか、服じゃねえか。あ、そっか、あれ季節が違かったのかな、服が。ニッポンがどこ好きなの？確かに、ニッポンが分かんないしんじゃん。ここも好きじゃないかも。なんかミルクボーイとか似合いそうだけどね。いや、嫌い。昔の俺だったら多分そういうの好きだったと思うけど、うん、どういう服が好きなの？黒色の服。色？色。え、じゃあ黒だったら何でもいいの？いや、でもキャミソールとかでもいいわけ。じゃあやばいやばいやばい。なんだろう、ジョイリッチとか
俺が好きそうな服って分かるくない？なんか地元のショッピングモールに入ってしょ、うん、本当に分かんないけど、だったら地元にいそうな子って映えしてるわけじゃないよ、そのブランド、うん、ジョイチってさ、割となんか分かる、あの相馬さんとかが着てた緑のなんかコカ・コーラみたいな書いてるやつ知らない？ああ、うん、分かる、あれジョイリッチとかだった気がするんだよね、まあ、ちょっと派手ような表柄とかもあるもんね、うん、なんだろうね、大阪行ったら俺テンガの T シャツ欲しいんだよね、テンガの T シャツ、なんでテンガとか書いて T シャツ、テンガの T シャツやば、それじゃあもうぜひ皆さん送ってください、はい、日本は的にテンガの T シャツをこれでめっちゃ来るだろうからもう撮影の時毎回それ着るんだよ、最悪サイズ言っとき XL がいい、 XL がいいな、 XL がいいね、 XL にしよう、まあ好きなさ服じゃなくても例えばハイブラとかでもさ、うん、どこが好きよ日本は、グッチ、フェンディか、フェンディだな、で俺グッチが好き、白、俺は、うん、俺はヴィトンとサンローランかな、基本的にそれぐらいかな、思ってる、ちゃんとみんなバラバラだよね、ね、すごい、うん、でも分かりやすいよね、なんか、うん、確かにね、派手めなのが好きっていうか個性的なのが好きじゃん、うん、で、フェンディじゃん、人と被りたくないし、まあ、グッチはなんだろうね、なんかグッチ好きそう、うん、まあ、グッチ好きそうな感じ、ちょっと可愛い系あるし、サンローランはめっちゃなんか大人って感じ、そうそうそう、なんかシンプルでめっちゃ綺麗みたいな、まあ大人だしな、うん、一番子供なのか俺が、そしたらもう、うん、明日から、そうだよ、未成年です一人だけ、俺だけ、やっぱだからあれで訴えたら勝てるからね、不祥事起こしたらお前らの責任になる、最悪だよ、最悪やん、やめてねおんちゃんがね、そろそろ膝をずっと舐めてんだよ、そろそろいいですか、じゃあ、はい、なんか今日はちょっと恋愛がね、ちょっと恋愛系っていうか、なんかすごい多かった ね、うん、よかった、いいね、恋愛相談嬉しい、楽しいね、嬉しいですね、嬉しい、止まんねえ、もっともっと皆さん恋愛相談とかね、あったらたくさん送ってください、はい、お願いします、ということで、じゃあ今日はこの辺でバイバイにしましょう、うん、以上、はい、救急パラダイムでしたじゃあまた来週お会いしましょう、はい、バイ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 。